カットライン。俺の名前はヒロシ。昼間はどこにでもいる普通の会社員ですが、実はここだけの話、超がつくほどのゲーム好き。学生の頃から数多くのネトゲにドハマりし、ギルドの愉快な仲間たちと一緒にたくさんの難関クエストを無事に制覇。嫁のマナミともゲームを通じて知り合いました。たまたま開いたオフ会で直接顔を合わせたわけですが、趣味が一緒ということもあってその場で意気投合。結婚して専業主婦になってからというもの、マナミはさらにゲームにはまり込んでいるようです。ただいま。あー疲れた。マジで疲れた。あーおかえり、遅かったね。今ってちょうど繁忙期なんだよ。24時間耐久でレアアイテム集めてた時みたいに疲れたわ。へえー、そうなんだ、大変だね。いやいや、マナミなんかそっけなくない？あーごめんごめん、今レアアイテム集めてる途中だから。って本当に集めてるのかよ。ところで今日の夕飯は？ほらそこ、テーブルの上にポーション置いといたから。どう見てもポーションじゃなくてコンビニのおにぎりにしか見えないんだけど、まさか夕飯これだけ？またの前でしょ、今日はすごく忙しいんだから。文句があるなら自分で作ってよ。いやー、あんまりうるさく言うつもりはないけどさ、家にいるんだから料理くらいしてくれても。やったー、レアアイテムゲット。次はこれから限定クエストだから話しかけないでね。あーはいはい、そうですか。ご覧の通り、ゲームばかりでろくに家事をしてくれない嫁。俺も一緒になってゲームで遊べればまだいいのかもしれませんが、最近は仕事が忙しいせいでマナミとはかなりのレベル差がついてしまい、夫婦揃ってプレイする機会はすっかり減ってしまったのです。愛しの嫁に放置されてなんだか意気消沈な俺は、技師に愚痴を聞いてもらうことにしました。というわけで、カナエさんからマナミにビシッと言ってやってくれません？はぁ、呆れた。いきなり何の電話かと思ったら、嫁がゲームに夢中だから寂しいって。いやいや、俺にとっちゃ大事件なんですよ。今の俺にはゲームよりもマナミの方が大切なんですから。のろけなんて聞きたくないわよ。というか私からしたら二人とも大差ないと思うけどね。マナミもヒロシ君もゲームばっかりじゃない。何言ってるんですか。俺夜はナウテの冒険者ですけど、昼間は営業ノルマと戦う企業戦士ですからね。知らないわよそんなこと。とにかくマナミにゲームをやめてほしいなら、ヒロシ君もゲームなんてやめちゃいなさい。いやーそんな。カナエさんはマナミの双子の姉。顔はそっくりですが性格はまるっきり真逆で、大企業に勤務するキャリアウーマンです。彼女の生真面目な性格が災いし、マナミの愚痴を聞いてもらうどころか俺まで叱られてしまったのでした。最初のうちは嫁が俺に冷たいのはゲームに夢中だからだと思っていたのですが、どうやらそれだけではなかったようです。ある日のこと。ここがマナミの家か。結構綺麗にしてるんだな。まあね、ねえねえ、それより早く始めましょうよ、イベント始まっちゃう。まあまあ、せっかく二人きりなんだし、イベントの前に秘密のオフ会始めちゃおうぜ。見返るったら。なんとマナミは俺が出張で家を留守にしている隙を狙ってネトゲで知り合った真男を自宅に連れ込んでいたようなのです。けどなんだか旦那には悪いな。どうしたの突然。いやだってさ、こうして好き放題やらせてもらって、しかも奥さんだって借りてるわけだしな。いいのよ、別にそんなの気にしなくって。ヒロシなんてどうせ好きなだけゲームに課金させてくれる ATM なんだから。ひずー。ところでマナミ、俺の分の課金もよろしくな。うん、任せて、ヒロシのクレカでいくらでも払ってあげちゃう。こんなことになってるなんてつゆ知らず、のんきに出張から帰ってきた俺ですが、あることに気づいてしまいました。なんで、おかしいな、ちゃんとここにしまっておいたのに。なに、難しい顔してどうしたの。あのさ、ここに置いといた俺の下着知らない？急な出張に備えていつもストックしてるんだけど、何着か足りないんだよね。ただの数え間違いなんじゃない。いやけどこれって俺のお気に入りのメーカーだからな、さすがに数え間違えたりしないって。買った時のレシートもまだあるし。ふーん、でもそんなの私に聞かれてもわかんない。これから大事なイベントだから、じゃあね。ああ、どうしたんだマナミのやつ。なんて言っていたマナミですが、どういうわけか寝室のゴミ箱に行方知れずになった下着の包装材が捨てられていたのです。どういうことだ、出張前はこんなのなかったよな。俺の他に男物の下着なんて誰が使うって言うんだよ。もしかしてマナミのやつ、俺がいない間に男でも連れ込んでるのか。不倫を疑った俺は嫁のスマホを確認して証拠を集めようとしましたが、普段からスマホでゲームしているマナミは四六時中スマホを手にしたまま、寝ている隙に確認しようにも厳重にロックがかけられているせいで中を見るのは諦めるしかありませんでした。けれどそれからも出張の度に俺の私物がなくなっていったのです。まただ、今度はヒゲ剃りがなくなってる。これってどう考えても勘違いじゃないよな。
嫁を信じたい気持ちはありますが、やはりマナミは俺がいない間に知らない男を連れ込んでいるんでしょう。さすがにこれ以上は黙っていられません。下着に洗顔フォーム、ヒゲ剃りに、おまけに男物のコロンまで、明らかに誰かが勝手に使ってるよな。どういうことだよ。ああごめんごめん、私がちょっと借りたのよ、ただそれだけ。ちょっと何言ってるかわからない。マナミが男物の下着を履くの？俺のコロン使うわけ？ちょっとそういう気分になっちゃっただけよ。たまにはそういう時ってあるでしょ。少なくとも俺にはないね。てかなんで俺が出張の時に限って男装趣味に目覚めるわけ？言い訳苦しすぎるからな。もううるさいわね、こっちはゲームで忙しいっていうのに。うるさいとはなんだよ、夫婦にとって大事な話をしてるんだぞ。なんかさ、私が不倫してるって疑ってるみたいだけど、だったら証拠でもあるの？証拠？いや、だから俺のものがなくなってるって。だからそれは私が使っただけ、君不倫の証拠じゃないでしょ。どう考えたって怪しいだろ。仮に私が不倫してたとしても証拠がないなら離婚しないし、慰謝料だって1円も支払わないから。なあ、くそー。嫁の態度から察するに不倫してるのはほぼ間違いないでしょう。けれど悔しいかな、スマホのロックは未だに解除できておらず、不倫の決定的な証拠を見つけられていません。そっちがそういう態度だって言うならこっちも本気を出させてもらうからな。絶対に不倫の証拠をゲットしてやる。暗証番号でのロック解除を諦めた俺は、マナミが寝ている隙を見計らって顔認証でロックを解除しようとしたのですが、くっそ、なんでだ、これならうまくいくと思ったのに。無駄無駄、寝顔じゃ顔認証突破できないわよ。それからもどうにかして証拠を見つけようと家中をくまなく調べてみましたが、残念ながら効果はなし。ああ、こういう時凄腕の探偵とか雇えればいいんだろうけど、夫婦で課金しまくったせいで金ないしな。いや最近はマナミばっかり課金してるけど。休憩中、思わずそんな愚痴を漏らしていた俺は、同僚たちが話していた興味深い話題を偶然耳にしたのです。え、それって本当？そんな方法で認証って突破できるの？最近は精度が高くなった顔認証ですが、なんと一卵性の双子なら突破できてしまうんだとか。マナミのやつ今に見てろよ、これで厳重なセキュリティも突破だ。それから数日後、今日もカキンカキンと。ヒロシのクレカ様様ね。さてと、明日は朝から限定クエストに挑戦だから、さっさと寝ることにしましょうか。なんて言いながら早々に寝てしまったマナミ。もはや俺にはロック解除もできないだろうと、スマホはソファーに置かれたまま。それからしばらくして約束の時間ぴったりにカナエさんが我が家へとやってきました。ヒロシくん、遠路はるばる来てあげたわよ。いやすいませんね、カナエさん、お忙しいところ。それはいいけど、それより本当に手に入ったんでしょうね。ええ、任せてください。カナエさんのためにとびっきりの品を準備してありますから。義士を我が家に召喚したのはもちろん俺。お酒好きなカナエさんのためにヴィンテージワインを購入したと連絡し、今日は忙しいところをわざわざ来てもらったのです。何か騒がしいような。ってこの声ってお姉ちゃん？あ、私のスマホ。双子姉の登場に慌てるマナミ、急いでリビングへとやってきましたが、時すでに遅し。カナエさん、写真撮りますよ。はい、チーズ。もうなーに、急に写真なんて。チーズ。ちょっとヒロシ、私のスマホで勝手に何してるの？あれ、マナミじゃない。ごめんなさいね、起こしちゃった。お姉ちゃんもいいから、それよりヒロシ、早く私のスマホ。もちろん返してやるけどさ、その前にちょっと話を聞かせてもらおうか。話って？言っとくけど、別に私にはやましいことは。じゃあこの頭悪そうな男とのツーショット写真は何なんだ？やましくないならちゃんと説明してくれよ。それは、まあ説明できないよな。これ以上ないってくらいの不倫証拠だもんな。不倫？マナミ、また不倫なんてしてたの？人として恥ずかしくないの？このことはパパとママにも報告するから。お姉ちゃん、それだけは勘弁して。不倫の証拠があれば離婚してくれて、ちゃんと慰謝料も払ってくれるんだよな。きっちり取り立ててやるから覚悟しとけよ。そんな、絶対スマホのロック解除できないって思ってたのに。その数日後、ギスと強力なタッグを組んだ俺は、ミカエルとかいう魔男も呼び出して、二人にたっぷりと慰謝料を請求。お前のせいでとんでもないことになったじゃねえか。ゲームに課金どころじゃなくなったぞ。どうしてくれるんだ。知らないわよ。元はといえば、あんたが勝手にヒロシの私物を使ったりしたからじゃない。当然ですが、俺は嫁とは離婚しました。マナミはというと、魔男ともすっかり険悪になり、破局してしまったのだとか、実家からも感動されてしまい、今は俺への慰謝料を支払うために、毎日パートとバイトを掛け持ちしてるらしいです。まあゲームどころではないでしょうね。一方、俺の方はというと、独身に戻ってからは、また思いっきりゲームを楽しめるようになりました。もうオフ会はこれよりですが、自分のペースでゲームを楽しみたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。
ぜひ他の動画もチェックしてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。